こんにちは、賃貸の尾崎の吉田です。本日は奈良県天理市田部町にございます三光ハイツの現場に来ております。こちら三光ハイツなんですけどもね、ちょっとお部屋の方たくさんあるんですけども、和室パターンや洋室パターンいろいろあるんですけどもね、ちょっとお部屋の方電気が止まっておりまして、真っ暗な状態です。ですのでちょっとすいません、あの現場の雰囲気だけでもと思って外から撮らせてもらっております。こちらの三光ハイツなんですけどもね、非常にリーズナブルな家賃で募集中のワンルームでして、社会人の方や学生の方に大変人気の物件となっております。現場の方なんですけども、洗濯機がですね置ける部屋と置けない部屋ございまして、置けない部屋の方用にですね、このようなコインランドリー1回200円なんですけども設置しております。あのこれ入居中の方でしたら、あのどなた様でもすぐにお使いいただけるような状態となっておりますので、洗濯機の心配をしていただかなくても大丈夫です。またあのこちら現場なんですけどもね、非常に広々とした、エントランスになっておりまして、自転車なんかでしたらね、このように目の前に、置いてらっしゃる方もたくさん見受けられます。あのこの場所自体もですね、天理の駅からそう遠くなく、国道の169号線にも近いにもかかわらずですね、非常に静かな立地になっておりまして、そういったところでも人気の物件となっております。詳細等をですね、ぜひ確認いただいて当社までお問い合わせいただければと、そんなふうに思っております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様の部屋探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。